はい、皆さんこんにちは。やっと秋になったんですけど、まだまだちょっと昼間は暑いです。岐阜はね。今日はこのちょっと年賀状早いんですけども、少し2枚だけやっていきたいと思います。この株と、それからこの梅に鳥がね、たまって泣いてるっていうね、そんな感じの年賀状を2枚やっていきます。ではまず株からいきましょう。株はですね、ちょっと薄墨の方が可愛いなと思いましたので、ちょっとお水を入れて薄墨にしましょう。ちょっと薄墨にして、どんなもんかなーってどこかに書いてみて、何でかな。はい、株ですね。もうちょっと近づけたらどうなるかな、こんなもん。じゃあここにね、迎春と書きたいので、ちょっとこっち向きに書きます。はい、ふわりふわり、はい、しっぽ組んでいいんですよね。そしたらここにちょん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 と書いて、ちょっとここが上がって、それからこんなような葉っぱ、はい、終わり。 すごい早 ね。そして色です。色はこの若葉色ですね、黄緑という色です。ここにスーッとちょっと塗りますね、上の方だけ。それからここもちょっと若葉も入れといて、あとは若葉、青草、若葉、その隣の青草なんかをちょっと入れて、そしてもうここトン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 とこうしましょうね。トン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 って、もうちょっと青草が上がった方がいいかな。本藍も少し入れようか。こんな感じです。ね、葉っぱは大きい方がいいね。これで出来上がり。早い早い。そして字は濃い方がいいので、普通の墨でいきます。でもちょっとここね、色が染みてるので、ここを外していった方がいいので、ちょっと迎春より画商にします。そしてここに言葉書いてもいいし、横に言葉を書いてもいいですね。ちょっと横に書けるかな。今年もよろしくにしましょう。どうぞ。よろしく。ね。とお友達やったら、ねって感じでいいですね。そして、落款をして、そしてこの元旦は本当左の押したかったんだけど、ちょっと入らなかったのでこれになりました。はい、こんなような感じで簡単に年賀状書けますので、皆さん書いてみてくださいね。じゃあ次はこの鳥ですね。これは色からいこうかな。まずこの若葉色でもって鳥の背中描きます。尻尾描きます。それにちょっと緑を足してこれを描きましょう。これでいいね、まずね。それからこの薄墨の方でお口描いて、目描いて、ここも描きます。で、お腹、お尻って書いて。そしたら、そうね、ここに足を書くんです。ちょんちょんちょん。ちょんちょんちょん。そしてこの足のところに来れるように木を書きます。ちょっと薄すぎた。ちょっと。
この足のところにね。そしてちょっと枝を出しましょう、ね、適当に枝を出しましょう。こっちにも出しとこうか。そしてこの枝のところに梅を、これ梅のつぼみ、コロンコロンって書きます。上の方はもうこれでいいです。コロンチョンで、コロンチョンでいいですね。こうしてここがね、花描くとき、まず真ん中のこのパッパッパッパの点点点点描きますね。そしたらここに5つ丸を描きます。1、2、3、4、5。ちょちょちょ、あ、ここちょっと描けなくなったので、1、2、3、4で、こっちにもちょっと下向きのがおります。こんな感じでちょっと伸ばしてつぼみ描いてもいいね。こんな風にここにも横に描くときは1つ2つ3つとやって点点点でいいです。そしてやっぱりちょっとつぼみを描いた方がいいね。ここもはい、点点点としといて、1、2、3、向こうもちょっと見えるようにしようかね。はい、1、2、3の点点点の2つつぼみっていうような感じになりました。ちょっと薄いので見えにくいですか。それからここにちょっと羽の尻尾とか背中とか書いて、さあこれからここに勾配にしましょうかね。勾配の 梅の花を描いていきます。チョンプチョンプチョンでいいですね。これでいいですよ。チョン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 って、そして、あとここに黄色入れたいのね。そうですね。そしてここに黄色入れたいんだけど、どうしようかな。入るかな。あ、ちっちゃい筆を、細い筆とか、細い筆に黄色をよく溶かして、このくらい細い筆にちょっとよく溶かしたドロドロの黄色で、ここの上を点点点点点点点。あら、この子忘れてる。で、ここに点点点点点、ドロドロので、こんな感じ、こんな感じになりました。はい、じゃあここに、うん、ここに画商って書きましょう。見えます、ね、それから今年も元気で楽しい年になりますように。これ私一番願ってることです。元気、元気が一番ですね。元気でまた楽しくなくちゃダメね。楽しい年になりますようにと、うん、書きました。そしたらやっぱしここも黄色でちょっと紙かきをしていきましょう。トン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 、よく取ってね。そしてここをコシ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 、朝日がね、朝日がある。はい、ちょっと薄墨ですので優しい感じになりましたね。ここの背中ちょっとごめんなさい、ここの背中ちょっと少ないので尻尾まで行くようにしましょうか。これでいいです。それで半を押して、これ生徒さんがね作ってくださったんですよ。この半
器用な方がありますね。こうしてすみこの巣を掘って、先生これプレゼントって言ってくださったんです。大きいのもあるんですよ、色紙用のもね。嬉しいです。そしてタンタンを押したら、はい、できましたよ。株の年賀状と鳥の年賀状、鳥、梅、梅の年賀状、優しい、ちょっと薄摘みにしたので優しい感じになりました。どうぞ皆さんもね、年賀状書いてみてください。それからもう一度申し上げます。色紙を書いたんですけども、また去年のようにこれのコピーを欲しい方にお送りしたいと思います。干支がね、蛇だからね、ちょっと書きたくないっていう方のためにね、ちょっと宝船、ここに少しだけ見える？申し訳なさそうに蛇がおりますけどね、こんな風に書きましたので、これの入るような大きさの茶封筒に自分、ご自分の住所をお書きになって、そして中に、そう、1300円くらいの、切手をお入れになって、そして送っていただきましたら、私そこに色紙を8枚ぐらいは入るかなと思います。ちょっと切手代が上がりましたので、この大きな茶封筒だと300円400円ぐらいするかもしれませんのでね、そんな風にさせていただきます。1300円ぐらいの切手を同封していただいた方にね、まだまだこういう年賀状の、色紙とかね、年賀状の見本、お見本とかね、こう秋物のお見本とかね、いろんなものをね、8枚ほど入れて送り出しますのでね、どうぞ皆さんお手紙くださいね。はい、今日は株と梅の年賀状を書きました。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお目にかかります。ありがとうございます。